アイドリープライド。さあ、行きましょう。ごめん、うちフェスには出られません。ステージに上がる資格うちにはもうないから。責任感の強いユウらしい考え方だけど、考え直してくれないか、ユウ。そうよ、これまで一緒に頑張ってきたのに。お願い、そんなこと言わないで。ユウちゃんがいないなんて嫌だよ。うん、うん。でもダメなんや。うちがステージに立てばみんなに迷惑がかかる。こんな風に終わっちゃうなんて、私嫌だよ。ごめんみんな、ごめん、ほんまに許して。どうしてこんなことになってしまったんだ。いいステージができたわ。今日の会場も満席だったわね。地方の大きな会場でもチケットは完売みたいだし、このところますますファンが増えたみたい。うん、私たちのファンは日本中にたくさんいるんだもん。バンプロにいた頃より確実にステップアップしてんな。星見プロはまだまだ規模は小さいけど、ガッツとアイデア勝負じゃバンプロに負けてへんし、トリニティエールは今いい波に乗れとるわ。これもマネージャーさんたちのおかげね。返しきれないくらいのご恩を受けてしまったわ。恩返しの方法ならあるやん。何何？それはな、うちらが星見プロ2組目のビッグ4になればいいんや。今のうちらなら狙えるわ。おう、そしたらマネージャーさんは日本一の名マネージャーさんだね。星見プロ2組目のビッグ4、私たち3人で絶対になってみせる。頑張りましょう。お疲れ様、ライブ良かったよ。って、ずいぶん盛り上がってるみたいだな。ん？マネージャーさんはモテモテって話や。二人ともマネージャーさんが大好きって知ってた？ちょっとユウ、そんなこと全然言ってないでしょ。私は大好きだよ。頼りがいのある東京のお兄ちゃんだし。それなら私だって。からかってごめんな。ところでマネージャーさん、なんか話あるんちゃうん？そうだった、いい知らせがあるんだ。今度の夏フェスの鳥がみんなに決まったよ。え？今度の？それって8月の？あの超大型アイドルフェスですよね。いつもはビッグ4の中から鳥が選ばれてましたけど。それだけトリエルの評価が高くなったんだよ。気合を入れていこう、みんな。やったー、これで目標に向けて一歩前進だね。できれば今準備中の新曲を間に合わせたい。大変だと思うけど3人とも頑張れそうか？もちろんです。新曲のお披露目には最高の舞台ですから、絶対に間に合わせてみせますユウ、スミレ。どんなに大変でも私たち3人なら大丈夫。あ、うん、そうやね。新曲フェスに向けて急いで仕上げないとね。練習時間ももっと増やさないと。衣装合わせもあるし、 PR 番組への出演だってある。これから忙しくなるぞ。そっか、練習以外にもやることが増えるんだった。レイちゃん、ユウちゃん、楽しみだね。フェス当日までのスケジュールを組み直さないとね。二人ともこの後の予定を話し合いましょう。うん。ゆうちゃん、どうしたの？うん、どうもせんよ。ほんで何の話やったっけ？もう聞いてなかったの？今からスケジュールの打ち合わせしようって。ちょっとした冗談や。ほんなら打ち合わせ始めようか。ユウ。新曲の振り
付け、難易度高いけどいい感じになってきたね。ええ、スケジュールはかなり押しているけど、なんとかフェスには間に合いそうでよかったわ。ううん、せやな。振り付けを変えましょうってルイちゃんが言うた時は、そりゃもうびっくりしたけどな。もう悪かったわよ。でもせっかく大舞台を任せてもらえるんだもの。私たちの努力で少しでもいいものにしたいし、見に来てくれるみんなを喜ばせたいじゃない。ルイちゃんのそういうところうちは好きです。ゆうちゃん、最近あくびが多いね。寝不足？私も気になってたの。このところ疲れが取れてないみたいだけど大丈夫？平気平気、全然気にせんといて。暑さのせいかちょっと寝つきが悪いだけやから。夏バテかな。美味しいもの食べてスタミナつけよう。そろそろ晩ご飯の時間だし。そうね、3人で食べに行きましょう。さくらにおすすめのとんかつ屋さんを教えてもらったの。とんかつ、やったー、るいちゃんナイス、楽しみだね。ゆうちゃん、今からか。悪いんやけど、うち遠慮しとくわ。今日のところは2人で行ってきて。ゆうちゃん、最近ちっとも私たちに付き合ってくれない。もしかしてゆうの寝不足の原因ってフェスの準備で過密スケジュールになっているせい？るいちゃんに隠し事はできんな。実はうち大舞台を前にして緊張しとるんよ。それじゃあ緊張をほぐすためにも私たちと遊ぶのがいいんじゃないかな。ごめんな、このところ用事が重なっててな。今日も親戚の法事があるんよ。それこないだも言ってたよね。本当？本当の本当。本当の本当の本当？本当の本当の本当の本当。っていつまで続く？うちのことを疑いすぎです。今度のフェスが終わる頃には一段落してるから、そしたらいっぱい遊ぼう。ほな、お先やで。あ、行っちゃった。最近練習が終わったらすぐ一人で帰っちゃうよね。でもご親戚の法事なら仕方ないわ。ルイちゃん、親戚の法事はそんなに連続しないと思うよ。違うの？じゃあユウが嘘をついてまで行く用事ってなんだろうね。私もわからないけど、なんか最近様子がおかしい気がする。私たちと遊ぶよりも大事な用事？ルイちゃん、どうかした？なんでもないわ。あ、そうだ、例えば彼氏ができたとか。彼氏？ユウに限ってそんなことは。そうかな、バレンタインの時も思ったんだけど、ユウちゃん私たちが思ってるよりもずっと大人だよ。そうよね、ユウは大人だもの。キスの雰囲気についてとか、あの恋愛知識からすると彼氏の一人や二人いてもおかしくないと思う。ユウに彼氏が二人？そうね、大人だもの。ルイちゃんがいる限りユウちゃんが彼氏を作ることはないと思ってたけど。大人だもの。ルイちゃん、これ全部私たちの妄想だよ。私の声聞こえてない？よし、ユウちゃんが何してるのかはっきりさせよう。え、ちょっと引っ張らないで。スミレ、まさかユウを追いかけるつもり？そうだよ、ほらレッツゴー。ルイちゃんたち疑っとったな。さすがに法事は無理があったな。お待たせ、ちょっと遅れてもうてごめんな。気にしなくていい。それより仕事は大丈夫？今夜はやめてもいいんだよ。いいえ、
うちが好きでしてることやもん。ちゃんと仕事と両立させるから平気です。やっぱり親戚の方と会ってるんじゃない？ずいぶん親しそうだし。そうかな。あ、腕に手を回してる。ただの親戚にしては親しすぎじゃない？やっぱり彼氏じゃないかな。どうしよう、私これからユウとどう接したらいいのかわからなくなってきた。落ち込まないで、ルイちゃん。とにかくもう少し様子を見て。わかった、今夜も頑張ろう。うん、楽しみやな。パパ上手やから。あははは、おだてられると照れるな。さあ部屋に行こう。パパ？二人でホテルに入っちゃった。そんな、ゆうちゃんが、そんな。ありえないよ、ゆうに限ってパパ活なんて。私だって信じたくないけど。ゆうは思慮深い女の子だ。そんな軽率なことをするとはやっぱり考えられないよ。でも見ちゃったんです、ゆうちゃんが男の人とホテルに入っていくところを。あの、すみれ、昨日も言ったけどパパって呼んでたし、やっぱり本当のお父さんなんじゃ。それは絶対ないよ。ルイちゃんだって二人の話を聞いてたでしょ。確かパパ上手だからとか。わかった、それ以上言わなくていい。見間違いじゃないんだな。私たちがユウを見間違えるなんてありえません。声も聞きました。しかしユウのお母さんは大女優で、お父さんは大企業の経営者だったはずだ。パパ活なんてする理由がない。百歩譲って年上の恋人という線は。恋人のことパパって呼ぶと思います？呼ばないよな、普通。じゃあ本当のお父さんじゃない？それに恋人でもないんだとしたら。スミレの言う通りなのかもしれない。あるいは厄介な事件に巻き込まれてる可能性も。ユウがあの男の人に騙されてるってことですか？三人でビッグフォーを目指そうって約束したのに。ユウ、どうしちゃったの？ユウちゃんが騙されて傷つく姿なんて見たくないよ。マネージャーさん、私たちどうすれば。俺が確認してみる。だから二人とも思い詰めないでほしい。マネージャーさん。でも俺は信じてるよ、ユウが君たちを悲しませるようなことは絶対しないって。ありがとうございます。マネージャーさんにはいつも助けてもらってばかりですね。でもどうやって確認するんですか？普通に聞いて教えてくれるとは思えない。尾行して証拠を抑えよう。話はそれからだ。なら私も連れて行ってください。お願いします。私も行く。じっと待ってるなんてできないよ。わかった、でも危険なことはしないでくれよ。うん、最近ちょっと寝不足やね。夏フェスの準備もあって忙しいしな。尾行、気づかれてませんね。誰かと電話してるみたいですけど。電話の相手はやっぱり昨日のパパなんでしょうか？パパは毎晩なんであんなに元気な？好きなんやね、うちの体が持たんわ。毎晩ゆうちゃんが私たちを置いて大人の階段を駆け上がってる。すみれ、それってどういう意味なの？私にも分かるように説明して。できるわけないよ。二人とも尾行がバレる。静かに。せやけど、うちにとってはどっちも宝物やから、ここで頑張らんとな。でも、ルイちゃんとスミレちゃんに全然付き合えんくなったんは申し訳ないな。
昨日よりもっと疲れてるみたい。あの男の人のせいなの？あ、パパごめん、着信や。うん、待ち合わせはホテルの前でな。別の人から電話がかかってきたみたいですね。あ、もしもし？はい、今日のレッスンは終わってますけど。え？その話本当ですか？うちのことがバレた？今週発売の週刊誌に載る？今までうちがしてきたことが公になったら、もうアイドル続けられん。アイドル続けられないって、まさかパパ活のことが報道されちゃうの？そんなことになったらユウちゃんは、トリエルはどうなっちゃうの？まずいことになったぞ。三枝さんに連絡して相談しないと。いえ、その時間はありません。今すぐユウを捕まえて話をしましょう。でもレイちゃん、もう手遅れなんじゃ。それでもやるしかない。私たちは三人で一つなんだから。行くわよ。パパ、うちおしまいや。これ以上続けられん。アイドルもこっちの方も。どうしたんだ？私に話してごらん。あんな、うちがやってることバレてしもてん。うちはもうおしまいや。落ち着くんだ。私はずっとお前の味方だから。ユウ、その人から離れなさい。ユウちゃん、お願い、目を覚まして。ルイちゃんとスミレちゃん、マネージャーさんも、なんでここに？ユウ、私たちの間には秘密はないと思ってた。でも、そうじゃなかったのね。ユウ、君のマネージャーとしてこのことは見過ごせない。どうしてこんなことを？事情を教えてくれないか？待ってみんな、内緒にしてたわ、深い事情が。皆さん、私からも説明しますから、ユウの話を聞いてく。大体あなたは誰なんですか？あ、申し遅れましたが、私はユウの父で。何が父よ、ふざけないで。ユウを、私たちの親友をたぶらかして、絶対許さない。ユウちゃんを返して、返してよ。ですから私は。ルイ、スミレ、落ち着いてくれ。うちのせいで大変なことになってしまって、もう全部言うしかないんやな。ユウちゃん、どうして私たちに隠れてあんなことしてたの？他の人には、ルイちゃんとスミレちゃんには言えないことをしてたんです。ユウちゃんが、そんな、エッチな。エッチ？多少はそういう面もあるかもしれんけど、うちは全年齢やで。全年齢？そんな、恥ずかしくないの？そうは言うけど、うちみたいに隠れてこっそりやってる人は意外にいるんよ。それはそうかもしれないけど、絶対ダメだよ、パパ活なんて。パパ活？何言ってるん、そんなんするわけないやん。え？ほんまのこと言うわ。うち、みんなに隠れて、同人誌を書いてたんや。え？ああ、それだとようわからんか。同人誌言うんは、好きなアニメの二次創作とか。いや、内容の説明じゃなくて、つまり、そちらの男性との関係は？私、鈴村雄星と申します。娘がいつも大変お世話になっております。本当のパパ？まさかユウのお父さんがこんなにお若い方だったとは。パパは昔からよく若く見られるんよ。年齢は。大変失礼しました。私からもお詫びします。ユウのお父様になんて失礼な言動を。いえ、娘を心配してくださっているのが分かりました。ありがとうございます。頭を上げてください。
パパは昔から絵を描くのが上手でな、二人で同人誌を描いてたんよ。同人誌？つまり二人はホテルで毎日漫画を描いてたの？隠しててごめんな。うちとパパは毎年この時期は必ず即売会に出とったんやけど、例の夏フェスの準備で忙しくなったやん。もう間に合わんから京都からパパに来てもらって、締め切りに間に合わせるためホテルで缶詰やったんよ。そうだったの。その同人誌の即売会っていうのはいつあるの？その夏フェスと同じ日。そうは言っても即売会は昼だけやし、フェスの鳥にはちゃんと間に合う予定やったんよ。いやいや、過密スケジュールにも程があるだろう。だがすまなかった、ユウを一瞬でも疑ってしまって。うちこそ内緒にしててすみません。それに今回の件でこれからみんなにきっと迷惑かけます。さっき電話でしてた話ね。週刊誌に載るってどういうことなの？うちの趣味の話が週刊誌に載るらしいんよ。お母さんの知り合いからのリークなんやけど。でもそれだけじゃ記事のネタとしては弱いはずだ。オタク趣味をカミングアウトしている芸能人も多いし。それだけやないんです。うちらの同人誌作りを姑息な売名行為って決めつけた悪意のある内容やって、そんな記事が出たら二人にも事務所にも、それに同人誌即売会を愛する人たちにも迷惑がかかる。こういう事態がいつか起きることをうちは想定してた。なのにやめることができなかった。その責任は取らんといかん。だからごめん、うちフェスには出られません。ステージに上がる資格うちにはもうないから。責任感の強いユウらしい考え方だけど、考え直してくれないかユウ。そうよ、これまで一緒に頑張ってきたのに。お願い、そんなこと言わないで。ユウちゃんがいないなんて嫌だよ。でもダメなんや。うちがステージに立てばみんなに迷惑がかかる。こんな風に終わっちゃうなんて私嫌だよ。ごめんみんな、ごめん、ほんまに許して。どうしてこんなことになってしまったんだ。それにユウにはピンチをチャンスに変える強さがある。なのにどうしたんだ。ユウらしくないというか。絶対に許さないわよユウ。絶対に許さないわよユウ。ルイちゃんそんな言い方って。活動自粛なんて単なる逃げでしかない。そんな記事に負けるなんて私は許さない。ほんならどうしたらええの？記事が載るのはもう止められへんよ。ユウは悪いことなんてしてない。堂々とやればいい。アイドル活動も同人誌も。ルイちゃん、そうだ、私も一緒にやる。その同人誌即売会っていうの参加させて。そうね、私も一度そういうのに行ってみたかったし。二人ともどうしてそこまで。でもそんなことしたら二人にもっと迷惑が。俺も二人の意見に賛成だユウ。俺も手伝うよ。フェスも出演しよう。何があっても守るから。そこまでしてもらう資格はうちにはないよ。資格なんて関係ないよ。私たちが一緒にいるのにそんなのいらない。私たちは何があってもユウから離れない。絶対に離さない。ありがとう、ありがとうな、みんな。誰かが弱っていたら他の二人が必ず助ける。それがトリニティエールの強さの源だ。一見簡単な解決に見えるけど決してそうじゃない。この三人だからこそたどり着けた解決策なんだろう。出来たての
の新刊です。どうぞお手に取って見てってください。すごい人気ですね。いつもこんな感じなんですか？今までで一番です。でも本当に良かったんでしょうか？3人で即売会に参加するのはさすがに。はい、2冊ですね。ありがとうございます。お釣りです。暑いので気をつけてくださいね。本人たちの希望です。それに例の記事に対抗するにはこれくらい派手な方がいいんです。もし何かあっても彼女たちは必ず守ります。あ、サインとスケブは今日は無理なんです。ごめんなさいね。え、そうなの？私サインしちゃったけど、ルイちゃんの似顔絵と一緒に。ちょっと何を勝手に描いてるのよ。それに私はそんな尖った目はしてないわ。いや、尖ってるんやなくて、釣り目なだけや。めっちゃ可愛いや。すみれちゃん絵の才能あるわ。でしょ？今度この絵柄でグッズ作ろうよ。みんなの絵私が描くから。ありがとうございます。私の娘はいい友達と頼もしいマネージャーさんに恵まれて幸せです。新刊見ていってください。ってもうないや。パパとマネージャーさん何を油売ってるん？早く段ボールから新刊出して。期間も一緒に頼みますわ。わかったよ。ここに来るといつも娘の方が主導権を握ってしまうんですよ。ゆうさんらしいです。あの、一つだけ質問があります。ゆうさんはとても賢い娘さんです。それこそオタク趣味がバレてもそれを利用できるくらいに。でも今回は違いました。何か理由があるんじゃ。もう二人とも早くしてよ。マネージャーさんはそのまま売り子に入って。怒られてしまいましたね。急いで行きましょう。その理由はいつか娘から直接聞いてやってください。言ってしまった。そうだな、今は売り子に集中だ。しかし本当にすごい行列だな。これ全部ユウの本を買いに来た人たちなのか。うちとパパのです。それにここに来る人はな、みんな同じものが好きな仲間なんよ。そういう人たちと触れ合えるこの空間が、この時間が、うちは大好きなんです。みんなトリエルがいると気づいても騒いだりしない。特別扱いはしないんだ、仲間だから。この一体感いいわね。ライブとどこか通じるものがある気がする。じゃあ今度は私たち全員で作ろうよ。トリニティエールの同人誌。トリエルの同人誌はちょっと難しいかもしれへんな。写真集とかやったらええかもしれん。それもいいけど、今は目の前のファンに向き合って。マネージャーさんも声を出してください。ああ、新刊見ていってください。新刊と期間一冊ずつですね。ありがとうございます。イベント楽しんでってくださいね。二人とも今日は手伝ってくれてほんまにありがとう。おかげでフェスにも集中できるわ。いいのよ、これでもう趣味を隠す必要もなくなったわね。私たちにもファンの人たちにも。嬉しいわ。これからは二人にどんどんうちの好きなもんを布教させてもらいます。あ、そうだ、 MC では即売会のこと話そうよ。すっごく楽しかったからみんなに伝えたいな。そのことなんやけど、やっぱり同人誌のことは自分の口からは言わんでもええかな。どうして？ゆうちゃんの好きなものを知れたらファンの人たちも喜ぶと思うけどな。好きな漫画やアニメについての話はこれから隠さず少しずつしていくつもりです。でもな、同人活動っていうはやってますって公表するようなことでもないと思うねん。隠す必要はなくなったけど、今まで通り楽しみたいっていうか、うまく説明できんくて
ごめんな。わかった。ゆうちゃんの趣味だもん。ゆうちゃんが楽しく活動することが一番大事だよ。ありがとう。うちはこれからも同人誌を書き続けるし、アイドルだってもっと頑張ってみせます。それじゃあ大舞台気合い入れていくわよ。私たちの歌で胸を躍らせよう。白い翼で世界を駆けるトリニティエール。こうしてフェスは無事終わった。ファンに真摯に向き合う姿から暴露記事が見向きもされなかったのはまた別の話だ。